はい、こんにちは。シノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのはホンダ CB750 のご紹介です。こちらですね、ホンダを代表するカラーリング、青と赤と白のですね、トリコロールカラーをまとった1台です。そしてですね、ステップはバックステップ装備となっております。そして、こちらの車両ですね、至る所にまでですね、メンテナンスの行き方を終えた1台となってますので、非常にコンディションもいい状態となっております。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトはマルチリフレクター装備となっております。レンズ割れ、こういったところですね、ない状態ですね。ウインカーのステオレ、レンズ割れなどもちろんない状態です。メーターカバー周りですね、大きな点灯傷、こういったものももちろんございません。フロントフォークです。綺麗な状態ですね。大きなにじみ、漏れ、大きなサビ、こういったものもない状態となっております。フロントフェンダーもですね、大きな点灯傷、割れ、そういったものももちろんございません。フロントホイールですね、こちらゴールドホイール、大きなガリ傷、曲がり、そういったものもない状態となっております。アウターの部分ですね、しっかりと、白サビなどね、出てない状態となってます。綺麗な状態です。キャリパー固着ね、こういったものももちろんございません。はい、エンジン周りです。ブラックエンジンですね。ヘッドカラーのオイルにじみ、各所オイル漏れ等もちろんございません。キャブレターカーのガソリン漏れ、こういったものもない状態となっております。ポイントカバー、クラッチカバーとも大きな点灯傷、こういったものもない状態ですね。フレーム周りのサビ、腐食、見受けられないですね。非常に綺麗な状態です。ステップはですね、車外のシルバーバックステップ装備です。サイドカバー割れ、こういったものももちろんございません。はい、リア周りです。純正のですね、昭和リアサスペンション装備ですね。大きなにじみや漏れ、もちろんございません。マフラーはですね、純正2本出しマフラーとなっております。はい、リアホイール周りですね。ホイールはですね、ゴールドホイール、大きなガリ傷、曲がり、もちろんございません。テール周りは純正をキープしてますね。大きなレンズ割れなどもない状態となってます。はい、シートです。前後ろともに大きな切れや破れ、もちろんない状態となっております。タンクです。純正トリコロールから、大きな点灯傷、へこみ、もちろんございません。ではタンク内です。はい、タンク内も大きなサビ腐食、ない状態です。ではエンジンの方ですね、始動していきたいと思います。吹き上がりも良好です。マフラーオンです。はい、いかがでしたでしょうか。こちらですね、ホンダの CB750 といえばですね、非常に乗りやすさでもね、有名な1台となりますので、大型初心者のお客様でも乗りやすいと思います。そしてですね、このまま純正のままね、お乗りいただくのもよし、あとはマフラーなんとね、カスタムされてですね、自分だけの1台を作り上げてもいいかもしれません。とてもおすすめの1台となります。皆様のお問い合わせお待ちしております。